Hey Leute und willkommen zurück zu Shenmue 2. Wir reden weiter mit Shenhua. Nani? Shenhua. Shenhua wa itsumo nan no tame ni kono michi o? Rōkaizan no funatsukiba ni iku. Funatsukiba ni wa nani o shini? Mura de te ni hairanai mono o kai ni iku. Donna mono o? Mura de wa tetsu ga kichou na no. Nabe ya hōchō. Sore ni 父が仕事で使う道具も鉄か。いつも大切に使ってるけど、もし壊れてしまったら村では直せないから。そうなのか。鉄の他には町でしか売っていない薬も。薬か。村では普段薬草を使うの。でも急病になった時には町で売っている薬がいる。そうか。薬も貴重なんだな。ええ、船が運んでくる。でも薬は高いからたくさんは買えない。そうなのか。シェンファー。何？ああ、スベタ。もう雨の心配はないのか。うん。しばらく雨は来ない。雲も遠いし、風も乾いている。昨日の雨はひどかったな。急に川があんなに。うん。ケイリンは雨が多いところ。だからこんなに深い森ができた。そうか。雨だけじゃない、深い霧も。霧も出るのか。降った雨は川になるだけじゃない、この森の木や土に染み込んでいく。この森に。そう。そして朝や夕方に霧となって山を包む。伸ばした自分の手が見えないほどの深くて濃い霧。自分の手がそんなに。でもケイリンの山が一番綺麗なのは霧の朝。そうか。一度見てみたいな。ええ、村にしばらくいればじきに見られる。しばらくか。リョウ、村はこっち。ああ、シェンファー。Weiterreden. 何？お父さんの病気って。うん、時々ひどく咳込むの。心配だな。夜寝ている時や湿気の多い時に悪くなる。背中をさすってあげると少し良くなるんだけど。薬草は効いてるのか。うん、毎日食事の後に飲んでるから元気に仕事をしてる。でも時々。そうか。村に病院は？ない。お医者さんが時々回ってくるだけ。そうなのか。大変だな。お父さん良くなるといいな。うん、それほど大事はないから今は大丈夫。私が薬草を取っていってあげるから。ああ、そうだな。シェンファー。何？村に医者はいないんだよな。うん、病気になったら大変だな。ええ、父も悪くならなければいいけれど。薬は？いつもはみんな薬草を煎じて飲んでる。薬草を。でも村には薬屋さんがある。薬屋があるのか。そう、薬を作ってくれるの。材料はそこで買ってもいいし、自分で取って持って行っても作ってくれる。そうか。町の薬屋とはちょっと違うんだな。うん、一人一人の体の具合に合わせて一番いい薬を作ってくれる。だから村には長生きしてる人が多い。そうなのか。うん。でもどうした？父の病気少し心配なの。ずっと働き続けているからもっと休んだ方がいいのに。お父さんの仕事は大変なのか。わからない。仕事のことはあまり話してくれない。それに最近は随分根を詰めてるみたい。そうか、ちょっと心配だな。ええ。何の音だ？
滝の水音みたい。左の道から聞こえる。滝があるのか。ううん、この近くに滝なんてなかったはず。じゃあ、あの音は。わからない。見に行ってみる。ああ、来た。そうだな、行ってみるか。うん。わあ、枯れた川に水が戻った。え、見て、この川にはもういくつきも水が流れていなかった。そうか、この滝の音だったのか。でもどうして急に水が。昨日の雨。あの雨が滝になって川に流れ込んでいるの。あの雨がこの滝に。うん、激しい雨が上がった後はあちこちに小さな滝ができる。そうなのか。川は利口に向かう。村はこの上流よ。よし、行こう。うん。Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Szene mit dem Wasserfall habe ich noch nie gesehen. Ich hab wohl immer den linken Vorteil. Schäfer. 何？OK ね、ワサファイ。あんな滝ができるなんて、すごい雨だったんだな。うん、きっといつか。え？いつかこの山も川の水に削られて老海山のようになる。青い宝石でできたかんざしのような山に。そうか、雨が多いから山があんな形に。うん、深い谷も昨日休んだ洞窟もケイリンの気候が作ったもの。景色は良くてもあんな濁流はもうごめんだな。そうね。でも、でもあの雨が降らなかったら私は寮に出会わなかった。そういえばそうだな、ケイリンか。どうしたの。俺はこの土地に引き寄せられたような、そんな気がしたんだ。寮がケイリンに。ああ、よくわからないけれど、こうしてシェンファーと会ったのも偶然じゃないような気が。人の出会いと別れは天命だって父が口癖のように言ってた。ああ、そうかもしれないな。リョウもそう思う。今はそんな気がするよ。シェンファー。何？だいぶ景色が開けてきたな。そろそろ森を抜けるのか。うん、あと少し。そうか、長かったな。やっぱり疲れた。これだけ歩けば少しはな。ええ。シェンファーは。私は大丈夫、山道には慣れてる。それに少し迷ったけれど必ず村には帰れるって思っていたから。そうか、そうだな。俺も心配はしてなかった。え、シェンファーと一緒だったからな。そう。ああ、もし一人だったらどうしようもなかった。うん、香港でもいろんな人に助けてもらった。もし戻れたら恩返しをしたいな。ええ。シェンファーにもいつか。ううん、リョウが私を助けてくれた。恩返しは私が。いや、俺は急ごう、リョウ、もう日が暮れる。ああ。リョウ。ん？もうすぐ森を出る。ああ、ここまで来ればあと少し。行きましょう。
Also fast geschafft. Ah, wir sind da. Wunderschön. Haben wir endlich diesen sehr, sehr, sehr langen Weg durch den Wald hinter uns gelassen, der aber sehr schön war. Muss ich ehrlich zugeben. Ryo, Ie wa sugu soko yo. So ka. Shenfa, Hakka-san wa mou chikai no ka? Mura no hito tachi ga sundeiru tokoro made wa mou chotto aru. So nano ka. Demo, watashi no ie wa kono sugu chikaku. この小さな丘を登ったところにあるの。私の家に寄って行って。でも、俺はハッカソンへ。寮には命を助けてもらった。そのお礼をしたいの。え？家で休んで行って。いいでしょ？ああ、わかった。うん。さあ、ついてきて。もう少しで家に着くわ。シェンファー。ついてきて。家はこの先。あとちょっとよ。そうか。Ein schöner Baum. Ein schönes Haus. Eine schöne Schaukel. Ups. Jetzt bin ich weggegangen. Ich wollte eigentlich weiter folgen, aber... Naja, hat ja keinen großen Unterschied gemacht. Wir sind ja sowieso jetzt hier. Hübsches Haus. Wände aus Dreck. Koko yo. Sie meinte vermutlich Lehm. Das da ist übrigens Shenmue. Kono ki wa? Shenmue. Ne? Shenmue という ki yo. Shenmue. 毎年この季節になると、綺麗な花を咲かせる。そうか。私にとっては、大切な思い出の木。今年もまたシェンムーの木いっぱいに花が咲いたな。シェンファ、綺麗な花。そうだ、この子の名をシェンファーとしよう。シェンファ、それがいいですわ。シェンムーの木がこの子を守ってくださる。Jetzt wissen wir auch endlich, was ein Shenmue ist. Shenmue の木に咲く花が、シェンファ。え？そう、私の名前。俺の家にも春に花を咲かせる木があった。寮の家にも？桜という木だ。薄桃色の花が枝いっぱいに咲く。桜。寮もその木に思い出が？ああ。行きましょう。こっちよ。
どうしたシェンファ。子供の頃あのブランコでよく遊んだの。シェンムーの花が咲く頃になると毎年。ここはもう八ヶ村なのか。ええ、ここは村の外れなの。そうか。Fragen wir mal nach der Familie. Schenfer はお父さんと二人暮らしって言ってたな。うん、家族は父だけ、母はいない。寮は？お袋は俺が小さい頃にはもう。お父さんは？親父ももういない。ごめんなさい、私。いや、いいんだ。シェンファーのお父さんってどんな人なんだ？頑固だけど、とても温かい人。頑固で温かいか。リョウ、お前がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念だな。それをお前は粗末にできるのか。うん、僕食べるよ。どうしたの？いや、何でもない。私も。え？本当の父は死んでしまったらしいの。死んだ？ええ、お母さんと一緒に。そうだったのか。でも私は本当の両親のことは覚えてない。どうして命を落としたのかも何も知らないの。今のお父さんは？両親に代わって私を実の子のように育ててくれた。もちろん私も本当のお父さんだと思ってる。たった一人の私の大事な家族。そうか。でも小さい頃はよく父を困らせたわ。え？ダダをこねたの。お母さんや兄弟が欲しいって。兄弟か。亮はいるの？兄弟はいなかったけど、福さんって人がいた。いつも一緒に鍛錬して。鍛錬？親父から武術を習っていたんだ。二人ともよくしごかれた。汗だくになってよく喧嘩もした。本当の兄弟みたいに。そう。俺が香港に行けるようにいろいろ協力してくれた。いいな。え？そんな人がいてくれる亮が羨ましい。ああ、本当の兄弟じゃないけど俺にとっては大切な家族だ。うん。あの木、シェンムーの木。ああ、ずいぶん大きな木だな。うん、とても古い木なの。父のおじいさんが子供の頃にはもうあれくらいあったって。そうか。もう何千年も生きている木。何千年も。シェンムー。どうしたの、リョウ。気のせいかな。え？何かを感じるような気がする。感じる？古くて大きいってだけじゃない。うまく言えないが、魂が宿ってるような。本当に？リョウも本当にそう感じるの？え？ああ、私も小さい頃からずっとそう感じていた。シェンファーも？子供の頃あの木の下で遊んでいた時、シェンムーの木に包まれているような気がして、一人でも全然寂しくなかった。俺にも分かるような気がする。うん、今こうしてる間もあの木に見守られているような。いや、ずっと前からあの木を知っていたような。不思議な気持ちがしてるんだ。もうすぐ日が暮れる。
今日は泊まっていった方がいいのか。ええ、助けてくれたお礼を少しでもしたいの。私は夕食の支度をするから待っていて。それまで一休みするといいわ。ああ、ありがとう。Alles klar. Sollte fertig sein. Sie ist doch gerade erst hingegangen. Schäfer. Jo, was ist denn? Ein Nieuwe ist da. Ich bin gut so, 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 natürlich. Aber erstmal gucken wir uns ein bisschen um. Aber ich muss erstmal gucken, wie weit die Folge schon ist. Wir haben 22 Minuten, deswegen würde ich sagen, das war's jetzt hier erstmal. Und das nächste Mal gucken wir uns Shenhuas Haus an, essen ordentlich und vielleicht sehen wir sogar schon das Ende. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.